スタンドがかかってなかったみたいでちょっと起こせるかなそうですね、すいません、ちょっと待ってくださいねThank you.
客さんが、あ、それ自分が売りたいですっていう、そういうね、事前の合意がある、そういう契約行為なんでね、そこは大事です。あ、全然これいいですよ、いいですよ。本当ですか？はい。あ、なんか可愛い。なんかこっちの方、駅が可愛いですよね。なんか、あんまり見ない、可愛い。ありがとうございます。スクモスの、はい、スクモのデザインの T シャと、はい、中村のデザイン、病院を終わりまして、とっても親切な方がここまで送ってくださって、しかも荷物までまだ積んでホテルまで送ってくださるということで、本当にすいません、ありがとうございます。バイクもちょっとね、ギアが入りにくいところはあるんですけど、とりあえず走行はできております。頭はですね、今頭にホチキスが刺さっておりまして、一応ヘルメットかぶっても大丈夫ということだったので、一回まずバイクをね救出して、すぐ近くのホテル取りましたので、そこに向かいます。あ、もうなんて優しいんだ、事故の際助けてくださったご夫婦の方、お名前もご連絡先も聞くのを忘れてしまいまして、もし見ていることなんてないと思うんですけど、本当にありがとうございました。助けていただかなかったら多分私も本当にありがとうございます。なんでこういう時に限ってギアを入れてなかったんだっていう、本当自分を責めることしかできない。本当に私は人に恵まれていますね。世の中こんな優しい方がいていいのでしょうか。本当にね、四万十川、せっかく綺麗なところなのに、しばらくトラウマになりそうです。はい、とまず宿に着いたところです。お車で送ってくださった方、本当にありがとうございました。お名前は、あの、大丈夫って言ってかっこよく去って行かれました。本当にありがとうございます。はい、とまずですね、四国の旅の予定なんですけど、本当はあと 1,2,3,4 4日ある予定だったんですが、この状況で回るのも、気持ち的に回るのもあれですし、少しちょっとね、あの、2日3日ぐらい早めて帰ることにしました。はい、フェリーを今予約取り直したところです。はい、すごい髪がバリバリです。これねこの状況でちょっとね、どこにも行けまへんので、とりあえずコンビニとかでご飯買って、で頭ちょっとよく流していきたいと思います。で、私の経験上、こういう体を、まあ、事故ったみたいな、こんな事故ったみたいな状況になると、翌日体が動かないっていうのがなんとなく目に見えているので、きっと明日はどこも行けないだろうな。今四万十なんで、フェリー徳島なんで、徳島方面に帰りつつ行こうと思います。本当に自分の注意不足でたくさんの方にご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。そしてたくさん助けてくださった方々、本当にありがとうございました。今後自分も坂道ギアは絶対に入れて停車することを心がけます。皆さんも気をつけてください。こんな動画ですみませんありがとう。ありがとうございます。なると嬉しい。私を見れるかな。
you're away, do I miss you? Is it just because I can't kiss you? Is it dishes in the sink or the lack of a wink? Or just because I love my life with you?